ミツバチが絶滅した4年後に人類も絶滅する。そんな未来は想像したくありませんが、野菜、果物、好みが手に入らないのはもちろん、乳製品、油、麺も入手が困難に、当然、蜂蜜も。今回は我が家が少しずつ備蓄しているミツバチからの恩恵の品をご紹介します。今回ご紹介する蜂蜜製品は生ものですので、1歳未満の乳児には与えないようご注意ください。ミツバチが花々より集めた花粉を蜜で固めた B ポーレンです。アミノ酸、ビタミン、ミネラルなどの天然の栄養素がたっぷり含まれているので、スーパーフードと呼ばれていますね。花粉症やアレルギー症状を和らげる効果があると言われていますが、その反面、アレルギー体質の人は少量ずつから摂取する、乳幼児や妊娠中の方は摂取を控えるなど注意も必要のようです。こちら、日賀さんの B ポーレンです。購入した2022年11月から現在2023年11月3日時点で価格の変化はありません。 B ポーレンは熱に弱いようなので、我が家はオートミールやサラダにトッピングしています。賞味期限は2022年11月の購入日から2024年5月と約1年半でした。1日の摂取量は6から7グラム。バターや蜂蜜で練ってパンに塗る、これだと使いやすいですね。こちらは外出先で購入したもので、当時の価格は覚えていませんが、現在2023年11月3日時点で楽天やアマゾンでも購入できるようです。瓶入りだと保存性が高くなり、また物々交換の品としても使いやすいサイズ感です。アイハーブで購入した B ポーレンです。品切れも多く、タイミングが合えばラッキーです。たっぷり 454g。少量ずつ食べるものなので、長く持ちそう。レビュー欄では開封後は冷蔵庫で保管している方もいましたが、湿気に弱いようで、冷蔵庫と室温との温度差での結露の方が気になります。我が家は開封した日賀さんの B ポーレンは常温で保管していますが、今のところ問題はありません。日常で使用する場合には、オートミールにトッピング、サラダにトッピングするなどして栄養をプラス。ライフラインが断たれた非常時には、蜂蜜に B ポーレンを練って備蓄パンに塗ると、調理ができない状況でも栄養豊富な食事ができそうです。備蓄している貴重なガスや水の節約にもなりますね。ほんのりかすかな甘みと少し弾力のある粒感です。カルディで購入したライ麦パンに塗ってみます。Bポーレンの粒感が食べ応えを増してくれています。ビタミン、ミネラル、タンパク質、アミノ酸、そしてこのライ麦パンの食物繊維がプラスされ、災害時にも満足できる備蓄食となりました。マヌカハニー、天然 100% の蜂蜜です。ニュージーランドだけに自生しているマヌカの花から取れる強い殺菌、抗菌、抗炎症作用を持つスーパーフード。以前から気になっていましたが、とても高価な品なのでタイミングを待っていました。こちらは楽天で購入したもの。今年2023年5月に
クーポンを利用し少し安く購入できました。割引された初回お試しと一緒に3本セットも購入しましたが、こちらの3本セットは購入した半年前から960円も値下げされていました。以前プロテインの値下げ情報をお知らせしましたが、値上げラッシュの陰で値下がりしている商品もあるもんですね。チェックできるのが我が家が備蓄している商品に限られますが、皆様の備蓄のヒントになれば幸いです。 MGO 等級は抗菌成分の含有量の数値です。 MGO 等級は抗菌成分量そのものを測った数値のため、より正確な等級として現在使用されているようです。ちなみに UMF 等級は抗菌活性を比較した数値、より正確と言われる MGO 等級で選ぶことが推奨されています。日本国内ではマヌカハニーの医療目的での使用は認可されていないようですが、目的に合わせて MGO 数値で使い分けするなど毎日の生活に取り入れていると、備蓄生活の心強い存在になりそうです。我が家が今後買い足すとしたら、より抗菌成分の含有量が高い数値を選びたいですが、 MGO 数値が高いほど価格も飛び上がるので、お財布との相談ですね。マヌカハニーの機能性や抗菌作用についての詳しい情報は概要欄のリンク先よりご確認いただけます。さらっと滑らかな舌触り、蜂蜜特有の風味はあるもののツンとした感じがなく、とてもリッチな味わいです。こちらのアイハーブで購入したマヌカハニーもニュージーランド未加工の良質なものですが、こちらはウィダースプーン社独自のグレード表記となっています。なので抗菌特性成分メチルグリオキサールの含有量を知ることができないので、マヌカハニーの抗菌作用を目的に購入される方はこのタイプの購入は控えた方が良さそうです。私は調べる前に購入してしまったので、こちらは普段使いにし、風邪の予兆があれば MGO の数値の高いものを使おうと思います。マヌカハニーは高価なものなので予備知識が必要ですね。専門家ではありませんので詳しいことはお答えできませんが、概要欄のリンク先からマヌカハニーの情報はご覧いただけます。実家から送られてくる小浜の蜂蜜、原液 100% 添加物不使用、50年以上の歴史のある養蜂場です。我が家の定番の蜂蜜で生活に欠かせないものです。かさばる日用品を実家に送り、それと引き換えにこの蜂蜜が送られてきます。いわば物々交換のようなものです。今回ご紹介したビーポーレンやマヌカハニーは栄養価も高く希少性も高いので、お腹は満たせなくても物々交換の品としても価値がありそうです。